こから渋川の駅に戻って自転車を解体します。そして新潟県の長岡駅に向かいます。もうすぐね電車来ると思うんですけど、進行方向こっちなので最後尾の車両ですね。輪行のマナーとして電車の先頭か一番後ろに隅っこに邪魔にならないように置いとくっていうのがマナーみたいです。わあ来た。渋川駅前の売店でふるさと群馬高原花豆という甘納豆を買いました。でかいぞ。そら豆の黒くてでかいやつって感じです。甘いんですね。うん、甘さ控えめで美味しいです。あんこを食ってるみたいです。粒あんの粒がこんなにでかいみたいな。製造者は群馬県伊香保町ということで群馬県の美味しいものクリアです。どこかね、いい街並みですよ。これから街の明かりがポチポチと灯っていく感じじゃないでしょうか。水上駅に着きました。この階段登って向こう側のホームに行きます。あ、もう止まってますね。それに乗ると長岡に行きます。この階段を、あ、でも階段思ったほど大変じゃないですね。長岡駅に着きました。あ、そうだ、切符なんだ。 P じゃないんですよね。よいしょ、取った。あ、緑の窓口がやってないぞ。下の切符を買おうと思ってたんですけど買えないな。券売機で買えないかどうか見てみましょう。これはどこまで行くんだ。明日ご希望の駅名を押してください。村上まで行きたいんですよね。ないですよ。最初からやり直してください。窓口行きたいな、よくわかんないからね。在来線で村上まで行きたいんですが、越後ワンデーパスっていうものが一日乗車券みたいなもの。あ、そうです。おー、なるほど、わかりました。ワンデーなんとかっていうのを買うと安いですよって。お得な切符、越後ワンデーパス、普通に買うと1980円ぐらいするんだけど、これだとね1570円で越後ワンデーパス。これだ。しばらくお待ちください。待ちます。領収書ください。410円ぐらい得をしました。駅員さんありがとう。明日8時12分に電車に乗りましょう。今日の宿は徒歩 2,3 分らしいです。明日もう朝輪行で村上駅まで行くので、もうこのまま輪行袋のまま宿にチェックインします。日本一周ずっとこのまんま輪行袋ぶら下げて電車でずっと行ってもいいかもしれないですね。大きい荷物って感じですね。これ今日もですね、夕飯は食べません。夕食とって消化にエネルギーを使ってしまうよりはこのまま寝て明日朝早く起きて朝ごはんしっかり食べるっていう、そうなかなかいい感じです。チェックインしましょう。受付は2階です。10階まであるんですね。ご案内、朝食は6時半からです。こんばんは。今日はもう寝ます。おやすみなさい。2021年9月27日かな、日曜日です。あ、26日です。6時半から朝食なので、これから朝食をいただきに1回もレストランに行きたいと思います。今日の宿はこんな感じでした。ちなみに寝ぼけ顔はこんな感じです。これがね、朝食券です。レストランボブさんに行きます。あ、ボブ、このボリュームです。これは食べ応えがありそうです。
今食事が終わって外に出てみました。なかなかね、味のある建物で、朝食食べたレストランもすごい美味しかった。バランスすごい良くて、タンパク質が 40g ぐらい取れたんじゃないかなすごく嬉しいです。西、こっち東、駅はもうすぐそこですね。あ、ちょうど見えますかね、長岡駅って書いてあります。歩いて 1,2 分で着いちゃいます、あの駅まで。今半袖なんですけど、ちょっとねやっぱ肌寒いですね。こっからね、東北北海道まで行くとだいぶ寒くなると思うので、セーター持ってきてよかったです。今日も1日よろしくお願いします。 JR 長岡駅です。自転車を運ぶ日本一周の旅、また今日が始まります。結構ね、この長岡駅でかいですね。ココロっていう駅ビルがあって、エレベーターがあって、今ね7時50分過ぎぐらいだと思うんですけど、8時12分の各駅停車に乗って村上という駅まで行きます。村上からは自転車に乗って日本海沿いを、とてもねいい景色らしいので走りたいと思います。新越線下り、一番上の普通8時12分新潟行き、2番乗り場、これに乗ります。今ちょうど8時ぐらい。2番乗り場はどこでしょうか。ここですね、2番乗り場、これですね。もう止まってますね。帝国通り長岡駅を出発し、まずは乗り換え地である新潟駅に向かいます。さすが米どころ新潟、窓の外には見渡す限りの黄金色の大地が広がっています。ここで日本のお米についてちょっと見てみましょう。お米の品種にはいろいろありますが、現在日本で栽培されているものの約3分の1がコシヒカリです。そのコシヒカリ、実はここ新潟県長岡市にあった新潟県農業試験場で生まれ、1956年にコシヒカリとして品種登録されました。現在では東北から九州まで全国各地で栽培されていますが、新潟県魚沼産のコシヒカリが一番高値で取引されているようです。ところでお米の品種というと皆さんは何を思い浮かべますか。今ではコシヒカリがお米の代名詞のようになっていますが、何年か前まではササニシキという名前もよく耳にしたのではないでしょうか。でもそのササニシキ、最近ではぱったり目にすることがなくなったと思いませんか。実はこれ、それぞれのお米の特徴が大きく関係しているらしいのです。あまり姿を見かけなくなったササニシキという品種は甘さ控えめで粘り気も少ないお米です。一方、近年主流となっているコシヒカリは甘みと粘り気が強いんです。甘くてもちもちした食べ物は美味しいですが、一方で脳や神経、腸に負担をかけるとも言われています。その代表的なものがグルテン、いわゆる小麦を原料としたパンやパスタなどの食べ物です。日本にアメリカ的な食生活が入ってきたことが日本人の健康に大きく影響しているとよく言われます。もしかしたらお米の品種の移り変わりも無関係ではないのかなと思ったのですが、皆さんはどう思われるでしょうか。もうすぐ新潟駅に到着します。新潟駅は今乗っている JR 信越本線のほか、上越新幹線、白新線、越後線など JR4 線が乗り入れる新潟県最大のターミナル駅です。ちなみに新潟駅より5駅ほど南にある新津駅の名物、大正5年から販売されている箱に入ったとても珍しい三色団子は、ここ新潟駅構内のコンビニでも購入できるそうです。新潟に着きました。新潟から直通で乗り換えなしで村上まで行くみたいです。白新線っていうのに乗り換えるんですけど、3番線に行くみたいですね。3番線、あ、これだ。村上行き、車両が2車両です。かわいい電車、ね、これに乗ります。自転車を運ぶ旅、新潟駅を出発しました。新潟駅のあるここ新潟市は新潟県の県庁所在地、人口約80万人で本州日本海側唯一の政令指定都市です。新潟という地名が使われた一番古い記録は戦国時代の1520年、名前の由来は信濃川の中州に新しい方ができたとか、もともと新潟と呼んでいた地名がいつの間にか新潟と書かれるようになったとか諸説あるようです。ちなみに市の鳥は白鳥、市の花はチューリップだそうです。とてもメルヘンチックです。これから阿賀野川を渡ります。
阿賀野川は福島県と群馬県に源流を持つ全長 210km に及ぶ全国で10番目に長く下流部の水流量では最大級の一級河川です。この阿賀野川は地域によって名前が変わるのが特徴です。福島県にある源流は荒海川、会津地方では阿賀川、新潟県に入ると阿賀野川、まあそれだけ長くて大きい川ということです。次回はいよいよこの阿賀野川が注いでいる日本海沿いの絶景地を自転車で走ります。今日訪れた場所、皆さんはどんな思い出がありますか？ぜひコメント欄で聞かせてください。動画が面白かったらいいねボタンを押していただけるととても嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。